平凡は、双葉亭氏名の小説。1907年10月30日から12月31日、東京朝日新聞連載、1908年3月、刊行。浮気雲、その面影に続く双葉亭第3の長編小説である。当時主流の自然主義文学への皮肉が見られる。今年39歳になる、私は、 下級管理であるが、かつては分子であった。そんな、私が過去を思い出しながらまずは、幼少期から書き出す。そんな頃に分断に在籍する旧友が訪ねてきて、くだらない話をしていく。しかし、私は、そんなことよりも、親の口から体を大切にしろという言葉の方を、聞きたいとバッサリと切り捨てて、親のことや小学校時代に飼っていた、愛犬。 ポッチのことを思い出して書き出す。そして、ここから、たびたび教科書にも引用されたというポッチの話が始まる。ポッチが殺されるところまで書き終えた後、一見高尚そうな言葉をずらりと並べる。しかしそんなのは皆嘘で、人間が、見ないぬ殺しに見えたことだけが本当だと切り捨てる。中学を卒業し、法律の勉強のために東京に出てくると、 文学にかぶれ出し、期待に汗して働く人々を馬鹿にし出す。ヒット作が一つ生まれて、順調になるが女性に夢中になっている間に、父が病気になって、急いで帰った時には手遅れになってしまう。父の死という強烈な実感のおかげで目が覚めた、私は母を連れて上京し、分断を去って、今の役所に勤め出すのだった。ありがとうございます。